がうまいんだよ。どうもー、サヒクスでーす。ということでですね、かなりいい感じでございます。なぜかというとですね、1品目がね、洋風だったので白ワインを飲んで、2本目が和風だったのでハイボールと日本酒を飲んでたんですね。そしてまた今ここでハイボールと日本酒を飲もうとしてる。もったいないからね。今日はですね、限界ラバーさんですけども、限界ラバーぐらいですね、限界とかなり加速していきたい、いいつまみで飲みたいということですね。クリームチーズとパセリですね。パセリってこれめちゃめちゃ肝臓にいいんですって。僕みたいな肝臓がぶっ壊れてる人間にはもう本当にこれが一番良いということで、今回生のパセリを使ってですね、非常に美味しいですね。カナッペリッツパーティーみたいな感じです。リッツパーティーをしていきます。ありがとうございます。リュウジのバズレシピ、はい、ということでですね、やってきました。クリームチーズで簡単なディップとかかな、なんだろう、やってみればわかるか。クリームチーズはね、冷蔵庫から出したままだから、だからアップしないでいいんで、レンジに入れて大体30秒ぐらい。パセリはね、本当になかったら乾燥でもいいんですけども、できれば生パセリ使ってください。茎をから外します。全部茎が余りますんで捨てていきます。ミントガム噛んでるみたいな感じです。じゃあパセリは刻んでいきます。香りが強いんですよね。パセリだけだとあまりにもパセリパセリ しちゃうので、ニンニクです。ケツを切り落として殻は剥いちゃいます。今回ね、3グラム全部使っちゃおうかな。こんなにね、プルプルになるんですよ。大さじ1、これぐらい、大さじ1半ぐらいですよこれね。で、残ったパセリは塩をパラパラかけてですね、食べます。肝機能が回復した気がする。ちなみにニンニクなんで、でここにポンポンポン、はい、ガーリックパセリクリームチーズ、こいつを作っていきます。お塩なんですけども、強火で掴んでもらって、1つまみ2つまみ、これぐらいですね。混ぜていきましょう。よく混ぜていきます。このままでもいいんですよ、ちょっと冷やした方がいいんで。冷蔵庫にドーン、このリッツを剥いていきます。15分ぐらい冷やします。写真見たらね、なんかこれ全部混ぜ込まないんで、しらす分を全部食べてしまったので、今刻んでます。あ、いい硬さになってますね、これ。いい硬さになってます。こんな感じですよ、こんな感じ。はい、じゃあこんな感じで全部こいつを塗っていきます。こんな感じでいい感じにいいジャンプにしていきます。こんな感じ。そしてパラ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 ッとね、見た目も大事ですから。ブラックペッパー、これはね、クリームチーズのブラックペッパー非常に合いますんでね、これはね、削ってあげてください。やってください。はちみつね、はちみつをこうこうやって垂らすわけですよ。これがうまいんだよ。ちょっとね、多めで大丈夫です。ということで、満身創痍の料理研究が作るガーリッククリジのハニーカナッペ完成です。はい、ということでできましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。すいません、ほんともう体がほてってるんで。いただきます。たっぷりハニーのかかった、いただきます。これずるい、ため息出ますね、うますぎて。ちっちゃいニンニク1本、1個使いましたけど、少しでいいかもしれない。ニンニク強めですね。めちゃめちゃ美味しい。蜂蜜とクリームチーズとニンニクってなんでこんなに合うんだかね。蜂蜜で全ての調和が取れる。ということで、大事大事サービスチャンス、召し上がってください。はい、うん、うん、おー、濃厚っすね、チーズの。やっぱり何言ってもダメみたいな感じで一応ちゃんとやろうとはしてるんで。ごめんごめん。食感とチーズの濃厚な感じが合わさって、ワインがやっぱり相当合いますよね。でもワイン飲んでなくないですか。あ、ちょっとマリアージュ感じますか。本当に今日はありがとうございます。ごちそうさまでした。
ということで皆さん、美味しさは十二分に伝わりましたね。ぜひこちら試してみてください。じゃあワインなんて飲んだことがない達也君がある。いや好きですよ。あ、本当に。食に関してはあのかなり、語彙力はないんですけども、あの映画とか本とかはめちゃめちゃ読むんで、そっちはすごいです。